皆さんこんにちは。トロピカチャンネルへようこそ。今回は金魚の糞が止まらない、長い糞をする理由と消化不良の見分け方というテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは毎日動画を更新しています。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。またこの動画の内容をさらに詳しく解説した記事は月間220万 PV を誇るウェブメディアトロピカをぜひチェックしてみてください。金魚の糞が止まらない、便秘のアクアリストさんにとっては羨ましい話ではありますが、今日はそんな金魚の糞についてお話ししていきます。長い糞をする理由と消化不良の見分け方ということですが、まずは長い糞をする理由について。結論から言うと、金魚が長い糞をしているときは便秘か消化不良を疑いましょう。金魚の糞は実はそう長いものではなく、太く3センチ以内のものが健康的な状態であると言われています。続いて消化不良の見分け方は、糞に気泡や透明な部分がある、糞の色が薄い場合は消化不良を疑いましょう。これらの不調を解消するために、この4点を行うことで回復することができます。 1. 3日から5日絶食、2. 水替えで金魚に刺激を与える、3. 金魚の体内で消化しやすい餌にする、4. 水温の上下をなくす。絶食なんてかわいそうという方もいらっしゃいますが、お腹の調子を整えるには必要な手段なのです。金魚の糞の状態、金魚の体調、回復方法をざっとまとめましたが、一つずつ詳しく解説していきます。まずは金魚の糞の長さについて。ふと水槽を見ると、金魚がお尻から糞を出しているなんてことも珍しくないと思います。いつもの光景。アクアリウム初心者の場合、金魚の糞は長いと思っている方も多いのですが、実は金魚の健康的な糞は太くて、長くても3センチ以内で切れます。金魚は肛門の筋肉が発達していないので、自分で糞を切ることができません。糞をしている最中に水草などに引っ掛けたり、お腹の中が空っぽになったり、糞の重さによって切れてしまうことがほとんどです。つまり長いと何かしらの不調をきたしている疑いがあります。金魚も多くの動物と同じように糞から健康状態を調べることができます。金魚が長い糞をしているときは便秘か消化不良を疑いましょう。まずは便秘について。餌を食べて消化吸収してできた糞がお腹の中に溜まりますが、外に出にくい状態のことです。どんどんお腹に糞が溜まっていき、悪化すると糞詰まりという状態になってしまい、死んでしまうことも珍しくありません。続いて消化不良について。消化不良は食べた餌をきちんと消化吸収することができていない状態で、中途半端に消化された餌がお腹に溜まっていきます。中途半端な状態の餌はまとまって体外に排出される傾向にあるので、糞が長くなってしまうことが多いです。便秘・消化不良の疑いがありますが、金魚の状態が便秘なのか消化不良なのかの見分け方は、糞の長さだけでなく糞の色や太さからも推測することができます。糞が長く太い場合は便秘。便秘の時の糞は長いだけではなく、いつもの糞よりも太めという特徴があります。長さは金魚の体調によっても変わってきますが、3センチから4センチ以上の長さになる時は便秘のことが多いです。続いて気泡や透明な部分がある、糞の色が薄い場合は消化不良。消化不良を起こしている場合も、糞の太さはいつもより太めで、3センチから4センチ以上の長さになることがありますが、それにプラスして色に特徴があります。糞の色が薄かったり白っぽかったり、また糞の中に気泡が含まれていたり透明な部分がある場合は消化不良のことが多いです。続いてお話しするのは、糞が長い場合の対処方法です。便秘・消化不良どちらも放置しておけば命に関わることがあるので、気づいた時にはこれからお話しする対処方法を行いましょう。対処方法1、3日から5日絶食する。金魚は自分で糞を切ることができず、お腹にあるだけ糞を出します。そのため糞が長い場合は、まずは糞を出し切ってお腹の中を空にしましょう。
そのためには3日から5日ほど餌を与えず絶食させて糞を出し切りましょう。お腹を空っぽにすることで内臓を休めてあげる効果があります。続いて対処方法に、水替えで刺激を与える。通常水替えは水槽水量の3分の1程度で行いますが、水を3分の2以上と多めに変えることで金魚に刺激を与えることができます。いつもより多めに水替えを行った直後にお腹に溜まっていた糞を出すことがあります。金魚が何を考えているかは分かりませんが、人間が寒さなどの外部からの刺激を受けることでトイレに行きたくなるのと同じような感覚なのかもしれません。便秘の場合はお腹に溜まっている糞が出るようになるので、水替えが解決するきっかけになることも多いです。対処方法3、消化の良い餌にする。市販の金魚の餌はいろいろな種類がありますが、金魚の餌にも人間の食べ物のように乳酸菌などが配合された消化の良い餌があるのをご存知でしょうか。もしも消化の悪い餌や消化に対する働きのある栄養素が含まれていない餌を与えているのであれば、乳酸菌入りの餌や赤虫、クロレラといったお腹に優しいとされるもの、消化の良い餌に切り替えましょう。赤虫は殻が若干消化しにくいとも言われていますが、総合的に見ると他の餌よりも消化しやすいです。強リンの冷凍赤虫はビタミン複合体なども含まれており、病原菌の持ち込みの心配もなく、水も汚しにくいのでおすすめです。人工飼料はなるべく粒が細かいものにすることで消化しやすくなりますが、粒が細かすぎて食べにくいようであれば、餌に水を加えて練り餌のような状態にして与えるのもおすすめです。ただしこの状態の餌は水を汚しやすいので、給餌後は水替えを行うようにしましょう。日動のメディーゴールドという餌は酵母や健康管理成分が含まれております。ただし粒がちょっと大きめなので、10センチ以下の金魚に与えるときは砕いてから与えてあげるようにしましょう。対処方法4、水温の上下をなくす。ヒーターやクーラーなしで金魚飼育を行っているアクアリストは多いですが、水温によっても金魚の消化能力が左右されます。金魚の場合は25度前後で消化能力が一番高い状態になると言われています。それ以外の水温でも一定に保つことで消化能力を一定の状態にキープすることができます。しかし1日の水温の上下差が2度以上になる場合は、お腹の調子を崩してしまいやすい傾向にあります。そのため水温の上下が激しい冬はヒーターで水温を一定に保つようにしましょう。温度調整機能のついているヒーターなら幅広い水温に設定できるのでおすすめです。例えば40リットルから50リットル程度の水槽であれば、エヴァリスのオートヒーターダイヤルブリッジ N AD100W なんかはいかがでしょうか。ヒーターカバー付きで金魚が近づきすぎて火傷する心配もありません。サーモスタット内蔵型で22度から31度まで温度設定ができるのでおすすめです。また夏場は水温が上がりすぎないようにクーラーや水槽用の冷却ファンを取り付けると良いでしょう。ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。金魚が長い糞をしているときは便秘か消化不良の疑いがあります。糞が太く長い場合は便秘、気泡や透明な部分がある、糞の色が薄いという場合は消化不良です。健康な糞は太くて3センチ以内の糞です。これらの不調を解消するためにはこの4点の対処方法を試してみてください。1つ目、3日から5日程度絶食させる。お腹を空っぽにして内臓を休ませてあげてください。2、水替えで金魚に刺激を与える。水替えが刺激となり排便が促進されます。3、金魚の体内で消化しやすい餌にする。お腹に優しい餌で金魚の内臓の調子を整えます。そして4、水温の上下をなくす。水温は25度前後にし、1日の水温差をプラスマイナス2度以内にしましょう。お腹が膨らむ症状には便秘以外にも松笠病や卵詰まり、浮き袋障害などもあるので、糞の状態だけでなく外見や泳ぎ方などで何か病気などの症状が出ていないかなどもしっかりとチェックしましょう。便秘・消化不良、
どちらの場合もまずはお腹の中に溜まっている糞を出し切ることが大切です。数日間の絶食を行い、様子を見ながら餌を与える、水替えを行う、水温を一定に保つことで症状を改善しやすくなります。便秘や消化不良は放置しておくと死んでしまうこともあるので、気がついたらすぐに対策を行ってください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを毎日発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。